令和も、もう3年になるねー。しかもその3年すら、終わりに近づいてるしな。いやー、ほんと時の流れは早いもんだな。置いてかれそうだ。令和になって、いろんなことが変わったりするよねー。この前レストランに行った時、店員さんに注文取ってもらうんじゃなくて、タブレットで注文になってて、変わったなーって思うよ。では、令和のこの世の中で、改めて昭和で当たり前だった習慣について、話していこうか。お、昭和の習慣か、懐かしいものとかありそうだねー。それでは、令和でありえない昭和の習慣がすごすぎた、20選を解説していくぜ。オッケー、それではゆっくりしていってね。ナンバーワンは、半丼だぜ。丼物じゃないぞ。これ、土曜日に、学校とか仕事があるってやつだよね。ああ、午前中だけだけどな。週休2日制が定着する前に存在した土曜日の半休、これを通称半丼と呼んだんだ。この丼の由来だが、自然発生して広まっただけに、様々な説があるんだよ。え、そんなあるもんなの？最も有力視されているのが、オランダ語で休日の日曜日を意味する、ゾンターク。現代オランダ語での正確な発音は、ゾンダッハ、語源説だ。ほげえ、オランダが出てきた？これは、暦の上で欧米から六曜制が明治時代に取り入れられ、日曜を休日としたことから、休日全般をゾンタークから転じた、ドンタクと呼ぶようになったというものなんだ。今でも、博多ドンタクなどに使われている休日のドンタクが、半休の土曜は半分ドンタク、略して半ドンになったとされる。結構ちゃんとした説だね。ナンバー2は、有人改札だ。ああ、これほんとある時から、全然見なくなったよねー。確実で機械トラブルなくて良いと思うんだけど。まあ、機械になってスムーズにはなったよな。昔は改札に駅員さんが立っていて、入る時には切符にハサミを入れてもらい、出る時には切符を渡して出る仕組みだったよな。ハサミさばきがスムーズで、パチパチと軽快に次々に切っていく駅員さんの姿が、当時はかっこよく見えたこともあるよな。毎日おなじみの駅員さんが立ってて、いつも挨拶してくれる人だったり、誰も通らなくても、パチパチと音を鳴らし続けている人とか、いろんな駅員さんがいたよね。駅員さんにも個性あって楽しかったよな。今は、切符を買わなくても、ピッとやるだけで通れるようになって、また切符も実質で機械が判断するから、特にラッシュ時はスムーズで便利になった。でも、いつも利用する駅の駅員さんの顔を、全く知らないのも寂しいものだよな。今ではローカル線以外では、希少となってしまった有人改札だが、秩父方面の、とある駅改札に駅員さんが立っているのを見て、いいものだな、と感じたのを覚えてるぞ。全国すべて自動改札になるのは悲しいから、一部でも有人改札を残してほしいものだよな。まだあるんだー、よかったーって嬉しくなりたいよね。ナンバー3だな。和式トイレの切り紙だ。おう、私子供の時の話だなー。水洗トイレになった瞬間、こんな楽なんだって思ったの思い出した。私も水洗楽すぎて、文明の進歩感じたよ。昭和40年前半くらいまでは、汲み取り式の和式トイレを使用している家が多かった時代で、トイレットペーパーとかいう便利なものはなくて、切り紙を使っていたんだ。便器の前の木箱の中に積み重ねて置かれていたのは、四角形の、ちょっとゴワゴワしたグレーがかった白い紙。新聞の再生紙で、とても目が荒いものだったんだ。お尻、ちょっとゴワゴワするんだよねー。あれ、49年のオイルショックの時は、我が家の隅の方に、買い占めた切り紙の束がいくつもあったのを思い出すな。汲み取り式の和式トイレは、不衛生になりがちだったから、匂いやハエなどの対策したりして、お母さんは、毎日のトイレ掃除が大変だったんだろうな。子供だった私はとにかく、落ちないように、いつもそう思いながら使用していたな。まあ、幸い自分が落ちることはなかったんだが、歯ブラシは落としたな。なんで歯ブラシ？歯、磨きながら、トイレしてたんだ。なんで？月に一回、バキュームカーが来た時は、水を流してくださいと言われて、バケツでせっせと水を運んだものだな。40年後半になって、水洗トイレが普及し始めると、徐々にトイレットペーパーに切り替わっていったな。まあ私のおばあちゃんは、当初使い方がわからなくて、洋式便座の上に乗り、しゃがんで用を足していたらしいんだが、当時同じような人がたくさんいたんだよな。クラスメイトもそんなことやってた。すごいバランス感覚だよねー。今の水洗洋式トイレは、衛生的で匂いに困ることもなく掃除も簡単。何よりしゃがむ必要がないから、足腰が弱くなっている年配者にとっては、本当に素晴らしいトイレになっている。そういえば、この前たまたま通りかかった雑貨屋さんの店先に、商品として切り紙が置いてあるのを見つけたとき、一瞬昭和にタイムスリップしちゃったな。
まさに、昭和を代表するアイテムと言えるだろうな。ナンバー4だぜ。パチンコ台だ。玉のやつか、そうそれだ。昭和時代のパチンコ台は、レバーを一つ一つ玉を弾いていく、一発台だ。昭和40年代、たまに父親が行く時についていったことがあるんだが、店内に流れる軍艦マーチは、独特の世界観を生み出していたと思う。子供にとっては異世界だよねー。パチンコ店、ちなみに、昭和に流行った台は、アレンジ、テレビパチンコ、UFO、フィーバー、テンセンターゼロタイガー、スーパーコンビ、ビッグシューター、ドリーム X などが挙げられるな。思いっきりアナログの昔のパチンコ台を、今の自動に進化したパチンコ台と比較してしまうと、一回一回引くのは、結構疲れるものだったかもな。でも、一つ一つの玉で、じっくりとチューリップを狙えるという、違った楽しみ方があったんじゃないだろうか。今はスロットなんて、3回ボタン押すだけだもんね。大人になってからは、パチンコ店に行く機会が、全くなくなってしまったが、今でも古いゲームセンターには、手打ち式一発台が置いてあることもあるようだから、見つけたらぜひやってみたいよな。大人になってても大きくなったから、うまくやれるかもしれないしね。ナンバー5だな。コンサートの予約が電話なこと。地獄だよねー。特にアイドルのコンサートとかもう、ね。まあアーティストのコンサートがあると、チケット争奪戦になるのは昔も今も同じだが、その予約は電話だったんだ。自宅の黒電話でダイヤルを回してると、すっごい時間がかかるし、人差し指が痛くなった思い出があるな。公衆電話の方がかかりやすい、という噂が流れたりして、週末の10時前後は、公衆電話が満席だったこととかあるもんな。ネットなんてない時代、予約はすべて電話だもんねー。そして携帯電話なんかないから、家の電話で頑張るしかないから、親の目が痛かった。なあ、電話はいつだって、監視されてたもんな、私ら。ね。その点は令和っ子が羨ましいなー。部屋で電話できるもんねー。な。そこはいいよなー。ナンバー6だな。手袋人形だ。ああ、暇な時いつも作ってたよ。手袋や軍手の左右両方を使って作る、手袋人形。小学生の時に土をいじる作業がよくあってな。芋掘りとかしてたよねー。そうそう。芋掘りとかの時、よく作った覚えがあるな。誰でも簡単に作れて、見た目がすごく可愛いから、女子はみんな作っていたんだな。でも、これを作ると、肝心の手袋としての役割が半分になってしまって、また、指の部分でキュッと縛るから、そこだけ伸びてしまった記憶があるな。家に帰って、なんでこんなにしたの？って怒られたこともあったな。でも当時、一生懸命作っていた時の感触さ、案外忘れないものだよな。ナンバー7、有料テレビだ。これは結構、平成の世の中でも見かけたよねー。まあ、1万以下のホテルや旅館だと、まだあるところがあるみたいだな。温泉宿のお部屋には、大抵テレビがついている。普段はあんまりテレビを見ないけれど、一人で温泉宿に泊まるとどうしても、手持ち無沙汰になる時間帯がある。そんな時にはテレビをつけたくなる。そう、テレビの横に硬貨を入れる箱がついていて、入れないとテレビがつかない、という、あれだ。別に映画とかビデオが見られるわけじゃなくて、普通の地上波のテレビを見るのに、硬貨が必要だったな。よくエレベーターホールの横に、両替機があったよな。ああ、あったね。その後、カードが登場して、小銭を用意して、いちいち投入しなくてもいいのが画期的だと思ったな。テレビカード出たら便利だったよな。硬貨の時代は、100円玉を入れたら、10分間テレビが見られるとか。そんな風だったから、テレビを見るだけで数百円使ってしまいそうになるんだな。でも、なんか見たくなっちゃうんだよねー。最近宿に泊まって、地デジが普通に見られたから驚いたな。ナンバー8になるか。ストーブだぞ。ああ、丸出しのやつね。いや言い方よ。石炭ストーブもあったが、私が体験したのは小1までで、その後石油ストーブになっていたな。ストーブの周りを金網で囲んであったから、そこに濡れた手袋とか干してたりしたな。みんな、ストーブの周り囲んでたりしたよねー。ストーブの近くと遠くじゃ、全然気温違うから。ああよくやってたなー。そしてストーブでよくパンを焼いたりしてたよな。食パンに付属のマーガリンも乗せて焼くと、トロトロになって、美味しいと担任の先生が教えてくれたのが、良い思い出だなー。え？先生が教えてくれたんだ？いいなー。うちは禁止だったよ。そうだったのか。高校になったら給食がなくなったから、さすがにパンは焼かなくなったが、クラスに欲しいも農家の子がいたから、おやつ代わりに欲しいもも焼いていたな。教室中、芋の匂いが充満したが、めっちゃお腹すくじゃん、それ。まあお腹は鳴ってたな。
でも近づいたら危ないような暖房器具は、今はどこの学校でも見かけないよな。今エアコンだもんねー。パン焼いたりしてたのは、私たちの世代だけの思い出になりつつあるね。焼いた方が楽しいだろ、絶対。ふふん、まあね。ナンバーナインだな。ボーリングのスコアは手書きだったこと。え、そうなの？お前は知らなかったのか。ボーリングデビューは、大人になってからなので。そうだったのか。今ではほとんどのボーリング場で、コンピューターでスコアを計算するシステムになっているが、このコンピューターが導入される以前は、こちらの手書きでスコアを書いていく仕様だった。一度は使ったことがある方も、多いかもしれないな。スポーツやってる感半端ない紙だね。これ、実際スポーツだしな。ボーリングの得点は、80年代末にコンピュータ化されて、スコアが自動計算になっている。90年代には、全国各地のボーリング場でオートスコアラーが導入されて、現在では手書きのボーリング場は、全国で3つしか残っていないんだ。うわぁ、でもまだ残っててくれてるんだ。ああ。個人的には手書きのスコアは、とてもいいな、と思っている。頭上のでっかいモニターを一切気にせずに、練習に打ち込めるし、うまそうな人を見ると、どのくらいのスコアなんだろうと、シートを覗いたり話しかけたりできるしな。今じゃ、外部モニターに、その日のスコアの縦計やら、シーズンアベ、ハイスコアまで出るところもあったりするから、話しかけるきっかけもなくなってきたよな。得点表は、コミュニケーションのきっかけだったんだねー。ナンバー10になるな。学校に焼却炉があったこと。これ、今考えると危ないよね。子供が落ちたら大変だしな。かつては校内から出たゴミは、用務員が管理する、校内の焼却炉で焼却処分していたんだが、現在では、小型焼却炉のダイオキシン発生などの諸問題の影響から、学校用焼却炉の撤去が進められて、学校内での焼却は、ほとんど行われなくなったんだ。プラスチックなどのゴミを燃やした際に、ダイオキシンが発生して、少量でも長期間吸ってしまうと、癌や、発育異常になる危険性があったためだ。そのため、文部科学省が1997年に、全国の学校に焼却炉の廃止を通達した。現在は、清掃業者が、学校のゴミを処理しているんだ。うお、環境問題があったのか。ならなくなったのは仕方ないね。ナンバー11。電車に扇風機があったこと。ああ、あれ、なんでなくなったんだろうねー。電車に冷房車、エアコンがなかったから、扇風機が取り付けられていたんだよ。日本の鉄道に冷房車が普及したのは、昭和40年代半ばのことだ。それまでは猛暑の夏でも満員電車でも、窓を開けて、生ぬるい風に当たるしかなかったんだ。令和に変わっても、かなりレアな車両はエアコンではなく、扇風機が客室に設置され、運転室車掌室にも小型扇風機があったんだ。と言っても、平成の初め頃には、ほぼ冷房車が普及していたとはいえ、天井を見上げれば、扇風機が据え付けられていたんだ。冷房があるのに扇風機も必要なのか？と思うだろうが、非冷房車両に冷房を搭載するときに、分散式の装置が付けられ、扇風機と併用されたんだ。一方で、集中式の冷房装置と、ライン上のエアダクトを備えた新型車両の導入によって、扇風機搭載の車両は徐々に姿を消していき、現在、東京近辺では、東急8500系などを残すのみなんだ。こうした扇風機搭載の車両は、日本各地に中古車両として転用され、運行を続けているものもあって、旅先で出会うと、旧友にばったり会ったような懐かしさを覚えるよな。ノスタルジーだねー。ナンバー12は、水銀体温計だ。こりゃ、今は見かけなくなるのも納得の品だよね。中身が水銀だからな。水銀体温計を使って液化で体温を測ると、10分ほどで、これ以上上昇しない温度に達し、一定の温度を保つ。しかし、1985、昭和60年11月、水銀体温計の生産は終了した。1921、大正10年に生産を開始して、第二次世界大戦の期間中も、戦後の混乱期にもあった製品だ。60年以上にわたって、作り続けられた水銀体温計だが、水銀が環境に良い影響を及ぼさないということ。体温計に使われる無機水銀は、有機水銀よりも毒性は低いものの、有害物質であることに変わりはない。病院などで使われる体温計が、間違って床に落ちてしまったりすると、水銀が流れ出ることもあって、医師の間からも、水銀体温計の安全性を問う声が、上がるようになってたんだよ。電子体温計の誕生を見届けて、水銀体温計は、その歴史の幕を閉じたのか。世代交代って感じだね。ナンバー13は、ペットボトルがなかったことだ。
あれ、駅のお茶のやつとか使ってたよね。そうそう。そういう容器だったり、コーラとかペプシとか、ガラスでできていたよな。でも、なんかビニール状のものでコーティングされていて、簡単には割れないようになっていたよな。瓶の保証金は、30円くらいだったと思う。え、高いね。そりゃあ、基地に瓶探しに行ったりするよな。いいなぁ、懐かしい。いい小遣い稼ぎになってたよ。遠足の時も水筒だしねー。今じゃ考えられないんだろうな。ペットボトル、なんだかんだ捨てやすいし便利だしな。ナンバー14は、OHP、オーバーヘッドプロジェクターだ。なーに、それ。ふふん。写真見れば、わかるんじゃないか？ああ、あったあったこういうの。授業なんかでよく見かけていただろう。今ならパソコンがあるだろうが、昭和にも電子黒板のような機器が、教室の片隅に置いてあったんだよ。使用も年に数回程度と少なかったものの、なぜか存在感があったあの機器。その名は、OHP オーバーヘッドプロジェクター。透明のシートに書いた文字や、イラストを天井から吊るされたスクリーンに映し出すものだ。現在学校で使われている書画カメラと、同じ役割を担っていた。どうだ、画期的だろう。先生、電子機器は、さすがに令和に負けてしまいます。く。そうだな。昭和の小学校では、班ごとに調べたことを OHP で発表したりしていたが、現在は、ICT 技術が進化したこともあって、姿を消してしまった。昭和にだってあったもん、電子機器。ああ、負けてねえぞこの野郎。ふう、少し興奮してしまった。ナンバー15は、鍵をかけなかったことだぞ。ああ、ご近所みんな、家族みたいなものだったからねー。良い時代だよ。そうだ。今じゃ考えられないだろうが、わざわざ鍵をかけるようなこともなかったんだよ。それだけ地域のつながりが緻密だったんだよな。今だとお隣さんの顔とか知らないもんね。みんな仲良かったこの時代に戻りたいなぁ、と思うことが多いよ。今は防犯のために鍵は必須だからな。事件が多すぎるんだ。もうあの頃に戻れない。ナンバー16は、姫フォークだぞ。ケーキだ。ふふ、そうだな。実は日本で最初に作られた、オリジナルのカトラリーが、姫フォークなんだ。え、そうなの？それは知らなかったなぁ。姫フォークは、お菓子を食べるときに使う小さなフォークだな。1914年頃、大正3年には、その見本を8代目笹月通右衛門が、東京から持ち帰ったという記録があるんだ。小型のケーキフォークより一回り小さくて、和菓子やカットフルーツなどを、食べやすくした使いやすいフォークだ。ここで言う姫は、小さくて可愛らしいという意味なんだぞ。まさに日本って感じのネーミングだね。ケーキとか特別なときに使うフォーク、ってイメージがあるよ。誕生日やクリスマスに、大活躍のフォークだな。ナンバーセブンティーン。ネジ締まり錠だ。お。これも見なくなったよね。アルミサッシ窓が出てくる前の、木製ガラス戸に使われていた鍵だからな。棒状の錠で、ねじって鍵を締める、という仕組みだった。発明者や発明された時期については、少なくとも大正から使われ始め。昭和10年よりちょっと後ぐらいまで、新しく付けられていたことは分かっている。また日本独特のものなんだ。ええー、これこそオランダとかからじゃないんだ。ああ、ネジ締まり錠は、昭和7年にアルミサッシがビルに採用されたことを皮切りに、昭和30年代に向けて採用が縮小されていったんだ。昭和35年にはアルミサッシの採用が本格化し、40年代にはほぼ 100% になった。しかし、現代ではレトロな雰囲気を好む人も多くて、ネジ締まり錠は、いくつかのメーカーから、今も販売が行われているんだ。消えてしまったと思いきや、実は長く愛されているんだな。鍵はどんどん進化し複雑化しているが、もし機会があれば、一度どんな風に施錠するのか、その味ある仕組みを、楽しんでみるのもいいかもしれないな。確かに、家にあったらオシャレだもんね。ナンバー18は、映画館でタバコが吸えたことだ。これは、昔に戻ってほしくないな。単純に煙いしな。今でも喫煙所が設置されている映画館は多いんだが、昔は上映中の映画館内でも、タバコが吸えたんだ。しかし、単純に煙で映画が見づらくなる気がするけど、当時はそれが当たり前だからなんとも思わなかった、という声が多数なんだよ。ええ、でも、みんなどこでも吸ってたよねタバコ。そうだな。私が子供の頃、遠足に行くバスの運転手さんが、運転しながらタバコを吸ってたりしたが、当時は当たり前だと思っていたな。昭和は、タバコと共にあった時代だな。今だと喫煙者は、だいぶ肩身が狭くなってしまったよな。うまく分けられればいいのにねー。ナンバー19。電話番号の記録は手書きだったこと。ああ、
そうだそうだ、電話帳は自作だった。ああ、昭和はスマホなんてないからな。自動的に電話番号を記録してくれるものなどなく、全部手書きだった。片付けの時に、どこかになくしてしまったら、もう大変だったよね。うちで間違って捨てた時は、すごい大変だったな。誰とも連絡が取れなくなって、おばあちゃんの家に行く約束すら、できないんだもんね。予備が必要、とかなんか家族が言ってたな。今だとバックアップとか取れていいよな。まあ誰の電話番号も覚えなくなったが、え？私の電話番号は覚えてるでしょ？あれ？マリサ？ラストになるな。新婚旅行は国内が主流だったこと。え、ハワイとかじゃないんだ？そもそも飛行機に乗るっていうのが、珍しい時代だったんだよ。主な旅行先は熱海だな。そして、昭和30年代後半から50年代初めにかけて、宮崎県は空前の新婚旅行ブームに沸いてたんだ。ピーク時の昭和49年に、宮崎市内に宿泊した新婚旅行客は約37万組で、これは同じ年に、全国で結婚したカップルの、約 35% に上ると言われている。宮崎すごいな。まだ飛行機に乗ることが珍しかった時代で、昭和35年の国内航空旅客数は、約125万人。それが5年後の昭和40年には、500万人を突破するんだ。宮崎の観光ブームは、航空便の発達とともにあり、また飛行機に乗って宮崎へ行くことが、当時の若者たちの夢でもあったのさ。綺麗な海のところに二人で行くってことね。それもそれで、ロマンチックだな。令和でありえない、昭和の習慣がすごすぎた、二重線を紹介してきたが、いかがだっただろうか。昭和に戻ればいいなぁ、って思うものもあって、なんかノスタルジックな気分になっちゃった。ストーブでパンとか、またやってみたいよな、ね。それではゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサでした。